ゼロから教えて、ホリエモン。環境大臣の時にですね、いろいろね、レジ袋の、有料化とかね、紙ストローを使えとかね、わけわかんないこと言いやがってこの野郎っていうのは僕も思っておりました。だからもうね、日本中で環境利権みたいなものがどんどんできてきて、もうソーラーパネルとかあれゴミですよ、本当に。だからもうね、環境族がいろいろ環境破壊を実は助長してるんじゃないかなっていうふうに思います。この環境族が本当によくわかんない迷信みたいなものに基づいていろんなところに無駄なコストをかけてる。もうね、レジ袋の有料化はやめろ。そして紙ストロー気持ち悪い、嫌だ。正直だ、こういうのもさ、本当にさ、環境族がさ、環境利権みたいな、なんか美しい活動みたいなことを言ってんだけどさ、本当にやめてほしい。本当、小泉進次郎さん、紙ストローとレジ袋有料化やめろ、やめろって言ってくれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。